こんにちは、レトスの大野です。今回は宅建合格するための7つの秘訣の2番目勉強場所について解説します。まあ、いきなりなんですけども、あなたは、どこでいつも勉強をしていますでしょうか。まあ、多くの方が、まあ、家の机だったりとか図書館だったりとか、あとは、まあ、最近ファミレスも多いかなっていうイメージですね。で、まあ、こういったところが一般的なんですけれども、実はそこだけじゃないんですよね。多くの方が家とか図書館とか、まあ、ファミレスとか、そういった大体決まった場所を想像するんですけれども、実はどこでも勉強ってできるんですね。どこでも勉強できます。例えばここに書いてあるようなところもそうですね。今あなたがこの動画を見ているその場所、そこでも勉強できます。もし、布団でね、寝ながら、動画見てると、スマホで動画見てるのであれば、そのスマホを教材に変えたら勉強できますよね。もしかしたらお風呂の中で動画を見てるかもしれません。であれば、そのスマホを教材に変えたら、これ勉強できますよね。こんなことを言うとですね、お風呂だったらこれ濡れるじゃないかというふうに、勉強できない方を考えちゃうんですよ。勉強できない方。だから結局勉強できる場所っていうと、やっぱりこの辺になるんじゃないのっていう、やっぱり固定観念があるんですよね。だからまず第一段階として、その固定観念外すってことがすごく重要です。どこでも勉強はできるんだ。じゃあそこで勉強するためにはどうしたら勉強できるんだろうって一歩進んで考えてみる。これがすごく重要なんですね。今言ったお風呂の中でも私は勉強やってました。じゃあどうやってやってたのか、問題集の問題ページとそれに対応する解説のページを、まあ、1枚か2枚ずつですね、印刷をして、でそれを持ってました。でお風呂に入って、別にそれ濡れたとしてもコピーだから全然構わないわけですよね。でもちろんそんな長時間は勉強できないです。お風呂の中なんでのぼせちゃうんでね。だから私はもう 2,3 問とかかな、多くて5問ぐらいだったと思います。それぐらいしかできない。でも私の中ではそこは集中できたんですよ。2問でも3問でも集中できれば、それは重要な勉強場所なんですね。集中して勉強できる場所っていうのはすごく重要な場所なんですよ。習慣化すれば1ヶ月、3ヶ月経ったら相当量そこで勉強したことになりますよ。例えば2問お風呂場で勉強できたと仮定しましょう。そしたら1日2問そこで できるわけだから、1ヶ月で60問できますよね。3ヶ月で180問もできるんですよ。1ヶ月で180問相当多いですよ。しかもお風呂場だけですよ。1日で見たら2問かもしれないけども、積み重ねていくことによってまとまった量になるんですよ。なので少ないね、問題数しかできないかもしれない、5分とかね、短い時間しかできないかもしれないけれども、集中できる場所っていうものはすごく有益な場所になりますので、探していただきたいんですね。私自身ももういろんな場所試しました。大学の時とかはですね、私長野県の大学行ってたんですけれども、その大学の近くに、犀川っていう、まあ、そこそこね、広い川があったんです。まあ、千曲川と合流するんですね。千曲川がすごく大きな川なんです。広い川。まあ、それに合流する、犀川っていうのがあって、犀川もそこそこ広いんです。で、その河川敷で私は、勉強してました。で、このね、勉強してたんですけども、初めはこれダメかなと思ったんですよ。とりあえず試してみました。なんか、川沿いで、まあ、風景もいいっていうのかな、抜けてるから高い建物もないですし、気持ちいいんですよ。ただやってみて気づいたことがあって、光がね反射するんですよね、テキストとかの紙に、白い紙に。そうね、めちゃめちゃ眩しいんですよ。なので初めはここできないのかなって思ってました。ただこれ日陰行ったらいけるかもしれないと思って、日陰に行って、で日陰の下で勉強してましたね。で実際私が見る限り、その川沿いの河川敷で勉強している人は誰一人いませんでした。いたのは営業している人たちですね。営業している人たちが車止めて寝てましたね。まあ休んでるのかサボってるのかわからないけども、まあそういう人とか、あと散歩している人とか、まあそういった人しかいないんですよ。でそこで勉強するっていう、考えにやっぱりいかないんですよね。でもどこでも勉強はできるんです。なんで試すってことがすごく重要なんですよ。で試してみてダメだったら違う場所を試したらいいし、もしくは、
そこで勉強できるためにはどうしたらいいかなって考えるのもいいと思います。その先ほどの木陰の事例もそうですよね。河川敷で、日光が当たって、反射して眩しい、だから日陰に行ったらできるんじゃないのかって言って、あ、できたから、ちょこちょこね、何ヶ月ぐらいかな、2、3ヶ月はそこでやってたりしましたね。もうそういう習慣になりましたんで、そのように試してみたり、ここで勉強するにはどうしたらいいかなって考えてみたり、お風呂場の事例もそうですよね。お風呂場は普通だったら濡れちゃうからダメだけども、コピー取ったらそこで勉強できるわけなんで、いろんなところで試すってことが重要です。私はお手洗いとかでもやってましたよ。お手洗い意外とね落ち着けるんです。もちろん長時間は厳しいんですけども、まあ5分ぐらいかな、個室になるじゃないですか、自分の家のお手洗いとか個室になって、まあ狭いけれども、なんかねちょっと集中できたりするんですよね。だからそこでも、2、3問とか解くみたいな感じをやってました。本当にどこでもできますよ。例えばですね、奥さんと、ショッピングモール行きました。例えばイオンモール行きました、まあ、奥さんはですね、選びますよね、お服とか選んでると。で、ご主人さんは疲れたから椅子で座って待ってる、まあ、そういった時も椅子で座って待ちながら、勉強とかできるじゃないですか。まあ、もちろん、奥さん一緒に服見てよってね、言ってくるかもしれないけども、例えば5分だけ、ちょっと、休憩させてっつって5分だけやるっていうのも全然いいと思います。あとは人との待ち合わせの時間ですね。例えば2時集合って約束したとします。そしたら1時45分ぐらいに着いておいて、で立ちながら待ちながらってことかな、駅前で立って待ってるじゃないですか。待ちながら教材をちょろちょろ読むと、これもいいと思います。5分10分ぐらいだったら立ちながら勉強することも可能なので、まあ、そういった時にも勉強ってできるんですよね。だから常に教材を持っていたらどこでも勉強場所になりうるんですよ。だから私自身は常に宅建の教材は持ってました。まあ、もちろんね多少重くなるけれども、まあ、問題集だけの時とかテキストだけの時とか、まあ、どちらか一冊持っていたら勉強できるわけじゃないですか。だからまあどちらか一冊は持ち歩いて、常に持ち歩いていましたね。あと仕事をしている人であれば駅のホームの待合室とかもいいと思います。例えば出社するために、8時の電車に乗っていたと仮定しましょう。それをちょっと早く行って、1本前の電車ぐらいの時間に到着して駅のホームの待合室で1問解いてから、電車に乗るとか、これもいいと思います。帰りも同じように駅のホームの待合室で1問できれば、帰りはねもっとできるかな、帰るのに何時までに帰らなければいけないとかってあんまないと思うんですよ。多少10分遅れたとしてもいいと思うので、例えば帰りは、5問だけ頑張って勉強しようみたいな感じにしたら、行きで1問、帰りで5問、合計6問できますよね。でそうすると1ヶ月で、多分180問、3ヶ月だと3倍24、540問だいぶできますよね。このように集中して勉強できる場所っていうものをいろいろ試しながら探していくっていうところがすごく重要です。で、私はいろいろ試したんですけども、結果的にですね、勉強しやすかったのはマクドナルドだったんですよ。で、しかもそのマクドナルドっていうのが、車で30分ぐらいかけないといけないマクドナルドなんです。で、そうすると、ここで考えてほしいのが、行き帰りで1時間使うわけなんですよ。行き帰り1時間使うにもかかわらず、なぜそのマクドナルド行ってたか。例えば時間が2時間あると考えると、行き帰りで30分30分で1時間使うわけです。すると残り1時間しかないんですよ。だから2時間の中で勉強できる時間は、移動時間を省いたら1時間しか残ってないんですよね。でも私は行ってたんです。それはなぜか。これはですね、2時間家にいてもこれ勉強しないんですよ。であれば1時間移動時間でなくなったとしても、残りの1時間集中して勉強できるのであれば、そっちの方がいいですよね。もちろん移動時間は少なければ少ない方がいいです。いいけれども、自分の中で一番集中しやすかったのはそこだったから、まあ仕方なくそこをやってたんです。でも、とりあえず行ったら集中して勉強できるんですよ、1時間は。で、もっと時間があれば、もっと長時間勉強できますよね。2時間、3時間で勉強できるわけじゃないですか。しかもマクドナルドだったら、100円のコーヒーで、長居できるので、すごく経済的にも私には良かったんですよね。で、マクドナルドって言っても、いろんな店舗のマクドナルドあるじゃないですか。
私が言ってたマクドナルドは集中して勉強できるけども、他のマクドナルドだと集中して勉強できないとかってあるんですよ。だからいろんなところに私は行きました。何店舗くらい行ったかな、4店舗くらい多分行ったと思うんです。でその中で自分の中で勉強しやすいマクドナルドを2店舗くらい選んではしごするってことをやってたんですね。休みの日です。休みの日ははしごをするんです。ただ昼間ってすごく混んでるんで、昼間だけは避けるんですよ。夕方になると土日って空いてくるんですよ。ドライブスルーは多いんですけれども、店内っていうのは比較的人少なくなってくるので、夕方から私はマクドナルドに行ってました。それで時間帯によってもやっぱ違うんですよね。だから本当いろいろ試せます。なんでぜひ試してみて集中できる場所を見つけてください。そして見つけるにあたって一つだけよりも二つ、三つ、複数箇所見つけた方がいいです。なぜかというと、一つ行って、大体集中って1時間、2時間で切れちゃうんですよ。長くてもやっぱ2時間だと思います。そうした時に別の場所に移動できるじゃないですか。次の集中して勉強できる場所に移動できる。で、そうすると、この移動時間っていうのは、まあ、休憩時間みたいな感じなんですよ。リフレッシュ時間ですね。そうするとまた勉強できる。っていうので繰り返しこうできるんですよね。私は3箇所ぐらいかな、頑張って。まあ大体2箇所ぐらいしかできなかったけども、頑張った時は3箇所行きましたね。1日の間で、休みの日に。で、そうすると、集中して勉強できる時間が2時間、1時間、1時間って、これ4時間できるんですよ。4時間ってなってくると相当量できます。しかも集中しているんで、より頭に入りやすいですよね。勉強の効果が高いです。なのでぜひですね、集中できる場所を複数箇所、いろいろ試してですね、探してみていただければと思います。で、続いて次の動画では、教材、情報収集源についてお伝えしたいと思います。卓球を勉強する上で、どうやって情報収集するかってところですね。意外とやっぱできていない方が多いんですよ。卓球の教材だけで勉強している方非常に多いので、それだとなかなか実力って上がりにくいんですよね。なのでその点について次の教材、情報収集源っていうところの動画で解説できればなと思っております。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。